はい、よろしくお願いします。今日はこのような割り箸を1膳用意してきました。この割り箸、一見普通の割り箸のようにも見えますが、実は少し変わったところがあるんですよね。今日はそれをお見せしたいと思います。まず何をするかですが、このマッキーと呼ばれるもので、この割り箸に一つ印をつけていきます。はい、このような黒丸の印をつけることができました。そしてこの黒丸に対し指を当てて反対の面に当ててあげると、次の瞬間今書いた丸印が反対の面にも移ってしまいます。ただこれだけだと最初から書いてあったかもしれませんよね。なのでもう一回やってみましょうか。はい、このような2つ目の黒い丸を付け足すことができました。しかしやはりこの黒い丸に対してもこの動作を行ってしまうと、次の瞬間反対の面にも移ってしまうわけですね。そしてこの黒い丸が大量発生したり、手に移ってしまったり、増える、減る、移る、なんとも不思議な割り箸でした。ありがとうございます。金井です。今日は1本の割り箸とペンでできるマジックを紹介していきます。どちらもめちゃめちゃ身近にあるものですし、今日この動画を見て何回か練習すればすぐに友達に見せられるような超お手軽な内容になっているので、あ、今割り箸手元にねえやって人は後からこの動画を見返せるよう、今のうちに高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにこの動画の最後には今回のマジックの別パターンも用意しているので、最後に見比べてみてどっちが不思議かコメント欄で教えていただけると嬉しいです。さて、そんなこと言ってるうちに準備できたでしょうか。それでは解説スタートです。まず今回のマジックは事前に割り箸に簡単な細工をしておきます。何かというと、先ほど見ていただいた実演の中で登場したこのたくさんの丸、これをあらかじめ書いておきましょう。片方の面に8個くらい、こんな感じでマークしておきます。そして手に写った丸もあらかじめ書いておいたものなので、こんな感じの丸を手に書いておいてください。こだわりたい方は先ほど割り箸に書いた丸の個数から2を引いた分の丸を手に書いておくと、矛盾の少ない演じ方にすることができます。これで準備は完了なので、丸を書いた面が下になるように箸入れに戻しておくか、この面を下にして机の上などに置いておいてください。マジックを始める際はまず何からやるかというと、このような動きで割り箸の両面に何も書かれていないことをさりげなく示します。もちろん先ほどのセットによって片面には丸があります。つまり、両面を見せているようで片面しか見せていないわけですね。今回のマジックはこの動きが何度も登場します。パドルムーブと呼ばれる技法ですね。パドルムーブの基本的な仕組みを見ていきましょう。4本の指の中央あたりに割り箸を置いて親指で挟んであげる。これがパドルムーブの基本的な持ち方になります。この状態から親指で割り箸を左に転がすと、当然反対の面が見えるようになります。また同じようにこのまま手の甲が上になるように手を返すと、これもまた反対の面が見えることになります。察しの言い方なら何が起こっているかすでに予想がついたかもしれませんね。今の2種類の反転を同時に行うことで結局向いている面が変化しないという仕組みになっていました。これはパドルムーブの全てです。ただこれ、こんな感じだとなんか違和感やばいですよね。実は非常に重要なポイントが一つあります。それが割り箸が移動する軌道ですね。理想的なのはパドルムーブの前後の割り箸が一直線になるような軌道です。これが適当になっちゃうとあまり綺麗に見えないので、最初に練習する時からこのポイントだけは押さえておいてください。割り箸を出して1、2回のパドルムーブ。これで割り箸の両面に何もないことを示すことができました。あまり何回もやりすぎるとこれはこれで怪しいので、本当にさりげなくて大丈夫です。ここまでできたら先ほどのマッキーを使い、何もない面の上端に丸印を一つ書いてください。そしたら裏に移すようなジェスチャーを行います。これは指パッチンでも何でもいいですが、手のひらに書いた丸が見えないようにだけ気をつけてください。この状態で再度パドルムーブを行うと、まるで今書いた丸がコピーされたように見せることができます。2回目も同じですね。丸を書いてあげて、反対の面にコピーしてパドルムーブ。
何回でもできますが、それはそれでつまらないので、先ほどセットしたたくさんの丸を出現させてあげましょう。やることは非常に単純で、箸を持つ手が上を向いている状態で反対の手でカバーした瞬間に割り箸を半回転させてあげます。あえて反対の手の動きを大げさに入れることで、トリックの核となる箸を回転させる動きに目が行きにくくしているわけですね。お好みで軽くパドルムーブを挟んであげてもいいでしょう。そしてこれらの丸を取るときも一緒ですね。手を開くタイミングで割り箸を半回転させて、また丸が減ったことを示した後、手のひらを見せて丸が移動したことを説明します。お決まりのパドルムーブも忘れずに入れたら、当然反対の面にはまだたくさんの丸が書かれた状態になっているので、手に書いてある丸に押し付けて離して写ったことを説明して演技終了となります。パドルムーブというのは昔からある技法で、演じ方はいくらでもカスタマイズすることができますが、重要なのは終わり方です。演技終了後、割り箸は両面で丸の数が違ってきてしまうので、ここを上手に説明できないといけません。今回の場合は最後に片面だけ手のインクをつけて終わることで、その矛盾をかいくぐっています。ご自身でオリジナルの流れを作る際は、最後にこの割り箸を手渡しできる状態になっているかも意識して構成すると、素敵な作品が出来上がると思います。はい、今回は割り箸を使ったマジックを紹介しましたが、結構シンプルめだったので、やってみてできた方も多かったのではないでしょうか。ただすぐにできなくても焦る必要というのは全くなくて、繰り返し練習していけば必ずできるようになるので、めげずに楽しく上達していってください。ちなみに動画に高評価を押すと、高く評価した動画という再生リストに保存されて、後から見返しやすくなるので、こういった YouTube のシステムを利用するというのもおすすめの方法ですね。そして実はこの動画、後編なんです。過去に今回の内容の前につなげると相性のいいマジックも紹介しているので、こちらの動画まだ見ていない方は、今回のマジックを最大限に生かすためにも視聴してくださると嬉しいです。そしてこのチャンネルでは、今回のような身の回りにある日用品を使ったマジックから、トランプやコインを使った本格トリックまで紹介しています。今後もあなたがやってみたいと思うマジックの動画作成をしていくつもりなので、今後配信される有益な情報を見逃さないよう、まだの方はチャンネル登録もしておいてください。それでは最後におまけの別パターンの動画をどうぞ。はい、よろしくお願いします。今日はこのような割り箸を一膳用意してきました。この割り箸、他と少し違うところがあるとすれば、このような黒い丸印が一つ書かれていることですね。ちなみにこの丸印、このように指に当てて反対の面に当ててあげると、この瞬間反対の面に移ってしまうんですね。え、あー、まあそうですよね。もしかしたら最初から書いてあったかもしれませんもんね。ではこうしましょう。このマッキーで新たな印を書き出していきます。はい、このような2つ目の黒い丸を書き出すことができました。この印に対しても先ほどの動作を行うと、やはりこの瞬間今書いた印も裏に移ってしまいます。そしてふっ、黒い丸が突如として大量発生したり、手に移ってしまったり、増える、減る、移る、なんとも不思議な割り箸でした。ありがとうございます。